坂月温泉は、北海道古群白村にある温泉。坂月温泉郷と呼ばれることもある。シャコタン半島の西側、ニセコシャコタンをたる海岸国定公園内にあり、国道229号から、茂岩川沿いにかけて7軒の旅館が存在する。海岸には坂月海水浴場もあり、夏場は、海水浴客で賑わう。また、磯釣りを楽しむ人も多い。 温泉街の外れには、酒月や江城がある。1905年に発見したとされる。かつては、高島の湯と呼ばれていた。1975年7月5日、環境庁国示第44号により、国民保養温泉地に指定された。かつては、100人規模の宿泊施設である村営の、酒月温泉国民宿舎も言わそうがあった。1994年に、 約16億円を投じて建設されたものであったが、利用者の減少で2012年に宿泊業務を休止し日帰り入浴のみの施設に建て替えることが検討されてきた。その後、2015年に日帰り温泉営業も停止、2016年に施設は解体されたが新たな施設の建設には至っていない。札幌駅、または小樽駅より北海道中央バス、 高速岩内号で岩内バスターミナルへかむえない線バスを乗り継ぎ、しげがで下車。約50分。宿泊、とまり村、2019年5月6日閲覧。弁天島、酒月海水浴場、とまり村、2019年5月6日閲覧。酒ん。坂月城、とまり村、2019年5月6日閲覧。AB、酒月温泉号。 とまり村。2019年5月6日閲覧。もい総会退避など削除白村が14年度予算案を議会に再提出へ。北海道建設新聞。オリジナルの2016年8月29日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org スラッシュ web スラッシュ20161029044422スラッシュ https k e n s i n n e t スラッシュニューススラッシュアーティクルスラッシュ8037ドット html ハット白村二階だよりナンバーワン68止まり村2019年5月6日閲覧。ありがとうございます